田中正義、日ハムに行った途端活躍する。出る喜び。防御率 3.38 で活躍なんか。駆使しすぎると怪我するから気ぃつけてな。セーブついたのは堀野さん連続被弾のおかげっていうのがね。怪我してただけだからな。かといってハムも自前で抑え用意できてないというね。ソフトバンクでも中継ぎならそこそこやれたのでは？しかも怪我でまともに登板できてなかったし。ホークスの選手層が厚いだけちゃうの？普通にソフトバンクでも戦力なのにジャスティスもらえてラッキーすぎる。言うほど活躍してるか？ジャスティスいなかったらハムの抑え不在定期。むしろ育成はできてたから活躍したのでは？去年からかなり良くなったよな。まあほぼ離脱してたけど。怪我してない時はそこそこやれるのは知ってるぞ。1年保ったら拍手や。